お待たせしました。こちらの町を行きに参ります我ら阿久比健一さん、皆々様よろしゅうお願い申し上げます。Oh.
千里一座でした。安心を作る。なるほど、僕からも幸せいっぱいの雰囲気が漂っておりますけれど、は
あ、お次、こちらもハートフルな印象が伺えますけれど、こちらもこちらどのお祭りでしょうか。これはですね、東京の光が丘というお祭りで、こっそり2人で撮らせていただいた写真でございます。あー、こっそり、もう幸せが伝わってきますよ。はい。あ、お次は、お、これは卒業式ですかね。そうです、これ僕が卒業する、3、4年前ですかの写真ですね。あー、すごい。これは左におるのが奥さん。そうです、今、奥さんです。いいですね、ハートです。羨ましいです。はい。あらららら、どんどん来ましたよ。もう幸せでございます。もう、はい、こちらは、これは、私がプロポーズをした日の、最後夜に撮った写真でございます。すごい、もう指輪をもう輝かせてね、もうわしも羨ましいです。はい。じゃあね、矢田さん、ズバリ奥さんの大好きなところ一つお伺いしてもよろしいでしょうか。大好きなところですか。はい、そうですね、どこの皆さんは知ってるかと思いますが、すごく、優しくて、誰からも愛される、そしてこんな可愛い彼女が大好きです。はい、皆さん拍手でございます。じゃあ今日は愛の力をどんどん発揮して頑張ってください。よろしくお願いいたします。はい、頑張ります。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。もう、ね、上下の子供たちはどう対応していいのかちょっと分かんなかったですよね。将来思い描いて夢が持てたんじゃないですか。ねえ、ね、幸せいっぱいで三田村さん悔しいですね。え、全然そんなことないです。来年は今年の番でかもしれない。俺がここに移るって今思いましたよね。はい、分かりました。それでは頑張ってください。どっこん町田、頑張ってください。今年のテーマを。はい、はい、火の鳥でございます。火の鳥、どういう思いを込めましたか。みんなでですね、まずは支えてくださるお客様を含めて感謝を込めて完全燃焼踊りたいと思います。そして実はこの前夜祭初めてなんですよね。はい、初めてです。実は2014年の前夜祭踊るはずだったんですが、2009年踊るはずだったんですが、はい、台風で中止になった。で、その思いも今日ぶつけていただきましょう。はい、では準備お願いします。それでは、はい、昨年審査員特別賞ぞっこん町田98どうぞ。